23日、ブンデスリーが昇降格プレーオフのファーストレグが行われ、VFL ボーフムとホルトゥナ・デュッセルドルフが対戦した。ブンデスリーが最終セツベルダー・ブレーメン戦で敗戦し、16位に順位を下げて残留プレーオフに回ることになった浅野拓磨所属のボーフム。ブンデスリーが2部で3位に終わった田中碧、内野隆。 アペルカンプダイらが所属するデュッセルドルフと昇降格をかけた運命の一戦を迎えた。ホームアウェイで開催される昇降格プレイオフだが、ファーストレグはボーフムのホームで開催。浅野と田中が先発出場した一方で、内野とアペルカンプダイはベンチスタートとなっていた。デュッセルドルフは13分に田中のミドルシュートからチャンスを迎える。 クリストス・トリスが左サイドから CK を蹴るとシュートがポストに直撃。このルーズボールがホフマンに当たってネットを揺らし、アウェイチーム、デュッセルドルフが先制。すると63分に浅野が交代した直後にデュッセルドルフが追加点を挙げる。田中のパスを受けたツリスが左サイドを持ち上がると、走り込んだクラウスへラストパス。リードを2点に広げる。 72分にはソリスが直接 FK を狙うと GK アンドレアスルーテが引いたところをヤニック・エンヘルハルトが押し込んでダメ押しゴールを挙げた。試合はこのまま3対0で終了。アペルカンプ信頼とナイヤが88分から出場したデュッセルドルフがアウェーで解消。大きなアドバンテージを持ったまま、ホームで27日に行われるセカンドレグに臨む。